皆さんこんにちは、ODS の堀です。はい、今日はゴッドハンドの先生が直せない時の言い訳の話をします。結構セミナー中とかこうみんなの前で治療されますよね。その時まあ多くの人はみんなの前で治療されたらまあ忖度が入るんで、あ、楽になりましたでいいんですけど、時に忖度しない人がおられるんです。で、最初ここ痛かった、で、なんかして今度こっちに痛くなりました、またなんかされました、こっちに痛くなりましたみたいなことをしてると、まあ時間がどんどん経っていきますよね。僕らの、まあ、周りから見たらもう大先生に見てるもらってるんだから忖度しろよと思うんですけど、忖度しない人が結構おられるんです。まあ真面目というかね、はい。で、そういう時によく言われるのが、あんたにはタヌキが3匹ついてるよとかね3匹ですかみたいな、僕から見たら狐に見えるんですけどねみたいな、3匹ついてるからそれを取らないといけない、それを取ったら首の痛みとか背中の痛み取れますよとか言われるんですけど、その前でタヌキでも狐も取ってあげればいいけど取らないんですよね、はい。で、よく大先生がタヌキとかキツネがついてるっていうその意味もわかるんですよ。それが思考がちょっと硬いというか、ちょっとひねくれてる人タヌキがついてるとかキツネがついてるって言われるんですけど、まあオウム真理教の朝原祥子さんが元所属してた組織とかすごいですよ。キツネが3匹ついてたら1匹取るのに10万ずつですからね、30万。それで30万取ったと、まあはい、あみたいな、って取ったとしても、なんかまだちょっと体どっか調子悪いんですけどって言ったら、そこの組織のところに行ったら、名前出したら多分僕殺されるかもしれないんで言えないんですけど行ったら、あ、また2匹や、追加でついたからって言って20万取られるみたいなねもうなんか詐欺としか思えないですよね。だから思考、何かがついてるという、タヌキとかキツネとかついてるということは、思考がちょっと普通の人と、まあ、違ってる。それはどっから来てるかというと、まあ、人間関係とか家庭関係とかね、そういう人、まあ、時々見かけますけど、まあタヌキやキツネがついただけで済ましたらダメだなと僕は思ってます。はい、ODSの堀でした。